いつまでここに留まっているつもりだ。エクバターナへ向かうべきだろう。いかにお前が優れた兵といえど、短期でルシタニア軍に勝つことはできん。エクバターナの兵と合流できれば。無理だな。敵は奴隷とルシタニア軍数十万、城内に残った兵だけでは数が少なすぎる。ミスミス殿下を危険にさらすつもりか。しかし軍に勝つことはできずと、将を討つことはできよう。どういう意味だ。今我々が相手取るべきはルシタニア軍全体ではない。カーラー、今のところ奴はエクバターナの工場にかかりきりだ。だがその後は必ず殿下を狙って動く。さあ、比較的少数。なぜわかる。奴はもともとパルスの将だ。ルシタニア兵が多くの信頼を得ているとは思えない。我々の勝負時はカーラーンがルシタニア軍の中から突出して動いた時だ。奴を捕らえれば敵の戦力を削れる上に裏の事情を知ることができる。今後の戦術を考える上で有効だ。ただいま戻りました。ご苦労。状況は？万事うまく運んだようです。うん、準備は整った。山を降りるとしよう。よくやったエラン。ここに攻め寄せた敵はこれで残らず引き返すことになる。奴らがたどり着く前にさっさと関所を突破するぞ。はい、ナルサ様。ナルサス、明日は。いやあ、すまんすまん。山中で暦を見ることができなかったね。日にちを間違えた。貴様、騙したな。みんな、起きろ。アルスラーたちが逃げるぞ。なんだって、明日じゃなかったのか。みんな、ずいぶん慌てているな。それに、妙に守りが手薄なような。距離を焼け、偽の情報を流しておいたのです。明日、山の外の仲間と交渉し、包囲を突破する。なるほど。敵は明日までに準備を整えればいいと考えたのだな。その通りです。さあ、奴らが慌てている隙に山を抜けましょう。救援、感謝いたします。これより、私も共に参ります。カーラーンに従わぬ者たちのようだな。ダリウン、彼らを助けられないか。はっ、お任せを。今が好機。助かりました。私もご一緒させてください。橋は落としたが、敵の主力は引き返し、別の道を探している。いずれは追いつかれるのではないか。まあ、お主のことだ。手は打ってあると思うが。ご明察。奴らの道を塞ぐ罠を用意してある。先に関所へたどり着き、仕掛けを動かせば敵より早くたどり着けたようだ。では罠を動かすとしよう。ナルサス、カーラーン様のもとへ来るがいい。あの人はお前の知略を高く買っている。ほう、俺がカーラーンに仕えた暁なら何を保証してくれるか。イアルダボート教信徒としての権利全て。それが献上したダイラム領主権の回復を。ではカーラーンの犬目に伝えてもらおう。腑肉は一人で食え。ナルサスにはまずすぎるとな。ふざけるな。次の言葉、崩壊させてやる。これで敵の主力が戻ろうと、ここで立ち往生。さあ、関所を守る兵を倒し先を急ごう。これで関所は突破できる。包囲網は突破できたようですね。
追いつかれる前に脱出しましょう。すぐに追っ手が参ります。急いで脱出しましょう。桟橋に船を隠してあります。それを使うことにいたしましょう。これは料理長、こんな高度なものが作れるだろうか。殿下がお悩みになる必要はありません。これは私がお預かりします。いや、しかし殿下、ご自分の言葉をお忘れです。料理のことを選ぶ、浮かせるのが一番です。料理だけではなかろう。お主は何から何まで任せていたではないか。ダリオン、お主の武勲を称えてこれをやろう。たまには友らしいこともしないとな。さすがはナルサス様でございます。これぞ芸術。ナルサ様、芸術を理解せぬ奴らも。そんな、どうすれば。殿下、ご心配なさらぬよう。こんなこともあろうかと予備を用意して。エラム、北の感動を抜け船を引いてきてくれ。その間私たちでこの桟橋を死守する。わかりました、すぐに戻ります。何の騒ぎだ。いや、カーランス、逆らうと。ほう、韻を踏んだ良き故障だ。しかしこの国のエーランはバフリーズローで。バフリーズローでは死ぬ。あの仕事だ。エクバターナの縄文前にさらされて、ひび割れた口で皆に幸福をすすめておろうよ。なんだ。貴様の首も今ここで切り離してくれようか。このままではいかん。本体に伝令を送れ。救援要請を。好き放題やりやがって。かかれ。いつも稽古をつけてくれたのだ。ファフリーズが鍛えてくれなければ、私はアトロパテネで死んでいた。ご覧いただこう。私はこれぞ芸術。いつも愚痴ばかりを。でも芸術を理解せん奴らも。好き放題やりやがって。ご覧いただこう、これぞ芸術。芸術を理解せん。相変わらずいい腕だな。やはりお主は芸術より戦いの方が向いている。ダリュン、カーランを手壊したら殺すな。奴は途方もないことを知っているに違いない。分かっている。途方もないこと。途方もないことです。それが何事であるか。まるで見当がつきません。これぞ芸術。芸術を理解せん奴らも。チーム共に優れているのだな。これからもいろいろと教えてほしい。
うん、俺が真のマルダーンのようだ。ナルサ様、遅くなりました。ご苦労、全く遅くはないぞ。さあ、船に乗って脱出しよう。ここまで来れば大丈夫です。そうか、アトロパテネからの距離を考えれば、そろそろルシタニア軍がエクバターナに本格的な攻撃を始めている頃でしょう。エクバターナの城門は堅牢です。ヒアを持ってしても波状椎を持ってしても破れませぬ。しかしこの世に絶対の防御などというものはありません。例えば内側から開けるということか。だがそのようなこと可能です。もしも私がルシタニア軍の指揮者であれば、弓や矢や剣よりも言葉を持って門を開けてご覧に入れましょう。言葉で？内部に協力者を作ればよいのです。エクバターナの中にルシタニア軍に協力するものなど。そうか、それは奴隷たちだ。